どうも、皆さん、こんにちは。プロトレーダーの翔太です。えっ、ー、と、本日公開したノアコインの配当爆上げ日記と、えー、あと質問コーナーですね。えー、その動画の中で、あの、まあ、ウォルフ稼働に関するご質問というか、その実際にチャートを送ってこられて、それで、今、ドル円はウォルフ波動の形になっているからチャンスですよね、という、まあ、そんな感じのね、 ニュアンスのまあご質問いただいたんですけども、それに対してね、質問コーナーの中でもまあしっかりまあ解説させていただいたんですが、ちょっと重要なんでね、この動画でもい今一度解説できたらなと思いまして、動画撮ってます。で、今表示させているチャートがこちらドル円の4時間足なんですけども、ドル円の4時間足でね、この箇所ですね、ま,まさにこう直近の箇所というかね、 まこの箇所でまあウォルフ稼働の形になってますよねっていう内容のねえご質問いただいたんですけどまあ確かにはまあウォルフ稼働の形になりつつあるんですけどもあのウォルフ稼働だって決めつけるのはちょっとまだ早いってことですねどういうことかというとあのまあ24ラインですよ24ラインをここね24ラインをあのブレイクしてないんで下にブレイクしてないのであのまあ 例えばですね、この24ラインまで近づいてくるような下落が例えばまた起こったとしてで24ラインをの瀬戸際ぐらいでまた反発して上昇してそしてこういった高値を抜いてぐんぐん上昇してくるっていうパターンもありえるしでまたまたですねあの今現状こうどんどん上昇してるわけですね。 で上昇しているので、この上昇の勢い止まらずに、えー、この135ラインありますね。135ラインと今仮定している状態なんですけど、この仮定している状態の135ラインをあっけなく、この上昇の波でドカーンとこう、ズドーンとこう、上抜けてしまうという可能性もね、また、あ、秘められている状況なわけですね。うん つまりですね、あの、1、3、5ラインと2、4ラインのこの間ですね、この空間の中に今いるわけですから、何て言うんでしょうか、勝負がついてないというか、でまだその判断するのがちょっと遅い、あの、あ遅いじゃない、早いかなっていう感じですね。で、もちろんその2、4ラインを抜く前に、えー、まあ、サインというかですね、えー、あの、まあ、もっとこう、チャートが形作られていけばですね、えー、まあ、この2、4ラインを抜く、 えー、抜くまでに、もしくは1、3、5ラインを、えー、ブレイクするまでにですね、この空間の中にいる、えー、間にですね、えー、もっと早く、その、まあ、先ですね、えー、まあ、上がるのか下がるのかっていうのをこう予測できる、えー、方法っていうのもあるっちゃあるんですけども、それはまあ、この無料の動画講座の中ではまあお伝えするつもりはないので、まあ、あの表面上の部分だけ、まあ、解説していこうと思います。まあ、そういったまあ、奥深い部分ですね。 最良トレードノウハウの奥深い真髄部分に関してはまあ僕のえ投資教材の昇太式12点お得セットをまあご参考いただけたらと思います。まあ、なのであの基本的なトレードの,あのウォルフ稼働の最良のトレードノウハウ で言ったら基本的なね基本的なノウハウでいこうと思ったらまあこの135ラインと仮定しているこのラインを上にぶち抜いてくるのかそれともこの24ラインを下にぶち抜いてくるのか,うんそ,っかそこからあの戦略を こう立てたた方方ががいいといいいとうかかそこから勝負を仕掛けで、すね今回のこの形で言ったらですね、あのー、まあ、ウォルフ稼働のその、まあ、ウエントリーのパターン。うん。要はその下落パターン、下落のパターンの場合のウォルフ稼働の形になってるわけですね。うん。ってなると、まあ、えー、っと、まあ、2、4ラインを下にブレイクして、で、ちょっと戻り、ま、戻りを待ってですね、戻り、まあ、つまりはリテストを待って、 でそこからまあ売りエントリーをかましてそして14ラインとして今こう仮定して引いている14ラインなんですけどもその14ラインにまあタッチしてくるもしくはかなり近づいてきたところあたりでまあ利益を確定するというそういった、まあ、あの戦略がまあこう、まあ、ベストというかまあベターというかあ基本的な流れになります。 なので、まあ何が伝えたいのかと。何が一番伝えたいのかというと、結局この24ライン、24ラインを、えー、ブレイクするか、それともこ、えー、ここを瀬戸際にまた反発して上昇してくるのかっていうので、大きく戦略っていうのが変わってくるんですね。で、ましてやこの135ラインを早くこう上にブレイクされちゃうと、余計にまた、また、えー、これまた戦略が変わってくるわけです。うん。なので、この135ラインと24ラインの間にいる、 えー、うちはですね、えー、基本的には、えー、様子見の場所だということがまあ言えるわけですね、うん。これを覚えておいてください。うんまあ、そんな感じですね。で、先ほども言いましたけど、もっともっと、あのー、やっぱりですね、そのまあ、トレードで、トレードでね、えー、つまりまあ投資ですよ。投資で、やっぱり、えー、やはり投資で継続的に、 稼ぎ続けていくためには結局もっともっと奥の深い裁量トレードノウハウの真髄をですねやっぱりしっかりと学んで極めていく必要がありますでそういった本物の裁量トレードノウハウをしっかりとその真髄部分ですね本物の裁量トレードノウハウの真髄部分をしっかりと学ぶことができる教材っていうのは 本当にこの,世のこの世の中ですね、本当に、えー、もう本当にほぼほぼないというか、本当に数少ないです。で、まあ、そんな中、えー、僕のトレード教材である翔太式12点を解くセットはですね、本物の裁量トレードノウハウを、えー、しっかりとですね、うん、本物の裁量トレードノウハウの真髄部分をしっかりと、えー、学ぶことができる、本当にこう貴重なですね、トレード教材になりますので、 えーまあ、最良トレードノウハウをね、えーまあ、しっかりと極めていきたいという方はですね、あのまあ、ぜひご参考ください。この動画の下の説明欄にですね、えーまあ、そんな昇太式12点お得セットの、えー、販売ページの、えー、リンクをですね、載せておりますので、ぜひご参考ください。そして、えー、と何かしらの僕にご質問ですね、あのまあ、なんだな、何でもいいので、 あのご質問とか、えー、何かしらありましたらですね、あのー、僕の LINE アットの、えー、URL もですね、この動画の下の説明欄に載せておりますので、えーまあ、僕の LINE アットの、えー、トークの方にですね、あのーまあ、ご質問をいただけたらと思います。えー、まずはまあ僕の LINE アットを友達登録していただいて、でその後にご質問など、えー、いただけたらと思います。 またですね、僕の LINE アットを友達登録していただいた方には無料プレゼントも、えー、ありますので、えー、その無料プレゼントはですね、あの僕の LINE アットを友達登録していただいたら、あの自動返信でね、えー、メッセージが送られてくると思うんで、そのメッセージの中に、えー、無料プレゼントの詳細ですね、えー、書いてありますので、えー、そちらをご確認ください。そして、えー、僕が使っている証券会社はですね、 XM という海外の FX 証券会社を使っております。で海外の FX 証券会社である XM は、えー、レバレッジ最大888倍を利かせた、えー、トレードができますので、少資金からでも、えー、爆発的に、えー、資産を、えー、増やしていくということが十分可能な、えー、証券会社になります。あのー、本当に、えー、最大レバレッジ888倍っていう。えーまあ FX の証券会社とか、あとまあ,あの暗号通貨の取引所とかっていうのはもうないです。XM がもう本当に最,最強ですね。えー、888倍以上の、えー、まあ,あのそういった、まあ、証券会社とか取引所とかっていうのはもうあの聞いたことがないですね。なので、えー、なおかつしかも XM はボーナスもあったりとか。 えーそのまあ、要するにそのト,レーダーをトレーダーを稼がせようという、まあ、行いがですねものすごいいろんな部分からまあ買いまみれる、まあ、そんな魅力的な、えー、証券会社になりますので XM を、えー、使うか使わないかで、まあ、かなり、えー、なんだろうなあなたが勝ち,組、えー、勝ち組トレーダーになれるかどうかというのもまた変わってきますね、うん、あのさっきも言いましたけど少資金からでも爆発的に えー、お金をこう、まあ、増やして、えー、いける可能性を秘めているっていうところが非常にでかいですね、XM は、本当に。うんえー、で、まあ、この MT4、えー、今表示させているこのチャート、MT4 のチャ,、えー、チャートなんですけど、えー、この MT4 もですね、えー、MT4 も XM があの提供しているバージョンの、えー、MT4 のチャートを今表示させております。うん なので、あの、このように MT4 もしっかりと使うことができますんでね、XM は。あの、MT4 は本当に、えー、なんだろうな、えー、トレードで、えー、本当にしっかりお金稼いでいきたいんであれば、あの、絶対に MT4 使った方がいいです。あの、こういったあの、えー、あの精密なね、あの、ラインの引き方とかっていうのがね、あの、なんだろうな、他の、えー、チャートソフトとかだったら、ちょっと、あの、微妙な、 点なんだろうなラインの引きやすさとかがねやっぱ MT4 はねもうものすごい素晴らしいんですよもう本当に引きやすい本当にあの精密にね引けるんですねどういうことかというとあのここでねちょっとずれたとしてもここでライン引こうと思ってちょっとこうずれたとしてもこうやって離したらあのちゃんとヒゲのところで止まってくれるしで実体のところにもこのようにちゃんと止まってくれるんですねだからねこういう 機能が、ね、ありますんでね、やっぱすごい使いやすいです。LINE もこうビシッと、えー、いい LINE がね、こう引けやすいので、まあ、他の証券会社が提供しているそのチャートを使うんだったら絶対に MT4 を使った方がいいと僕は個人的に思います。うん、で、えーまあ、そんな僕がね、あのー、激推ししている、あのー、海外 FX 証券会社の XM。あの についての、まあ、もっとこう詳しい部分ですねに関してはですね僕のブログの中で、えーまあ、ご紹介してますんで、えー、この動画の下の、ね、説明欄には、えー、そんな XM についていろいろと、えー、解説、えー、詳しく解説しているブログの記事の URL も載せておりますんで是非ご参考ください。 えー、XM を絡めたあのプレゼント企画っていうのもやってますんで、あので、ー、そのプレゼントにえプレゼントの内容と受け取り方に関しては、えー、僕のブログの、えー、方でご確認くださいはいというわけで今回ですねちょっとウォルフ稼働の、まあ、秘訣についてちょっと、えー、解説させていただきました、えー、ご参考になれたら幸いですそれでは 今回の動画講座以上です。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。